さあまずは厚切りジェイソン、コミケの中心でホワイト叫ぶ。皆さんおはようございます。東京ビッグサイトやってきました。どうも厚切りジェイソンです。見てください、この大人数Why Japanese people? なんでこんなに集まってんですかね。それはコミックマーケットだから。先週金曜日から始まり3日間で延べ55万人が集まったんです。わあすごいね、なんかいろんな、結構人多いね。これすごいね、会場盛り上がってますね。コミックマーケット、通称コミケは1975年に始まり、今年で40年を迎える国内最大級の同人誌即売会。今では漫画だけではなく CD やゲームソフトなど様々な創作物をお披露目販売するお祭りとなっているんです。うわーすごい人、何ですかねこれ、何やってるんですかねこれ、見てみよう。まずジェイソンが向かったのはアニメやゲームなどのキャラクターになりきったコスプレイヤーと彼らを撮影する人たちのコスプレエリア。そこにジェイソンが現れると、ジェイソンのコスプレあれ、こんな360度かっこいい、初めて。なんとジェイソンの即席撮影会が。完成度の高いコスプレイヤーだなと思ったら本人じゃんなんてツイッターでもつぶやかれ、一時急上昇ワード1位にもなったんです。そんな中気になるコスプレイヤーたちに突撃しました。これ何のキャラクターですか。僕ちょっと別々なんですけど、僕は刀剣乱舞の大栗からっていうキャラクター。刀剣乱舞ちょっと、はい、勉強不足で、さすがにちょっと申し訳ないです、はい、死んでる人はちょっと少ないと思います。でも結構、はい、結構な体ですねお兄さん、はい、コスプレのためにも、コスプレのためにやってるんですか、はい、すごいですね。なんかどのぐらい準備してきたんですか。とりあえず1ヶ月ちょっとぐらい食事制限とかして絞りました。わあすごい、まあ、効果はバリバリ出てますからね、はい、ありがとうございます。すごいですね。ハロー、ハロー、どうも厚切りジェイソンです。こんにちは、こんにちは。今日は何ですかこれ。今日はラブライブです。ラブライブ、なるほど、はい、僕もやれば、あ、いけると思います。いけるんですか。耳いいですよ。いいんですか。かわいい。いいんですか。かわいい。かわいい。すいません、自家製で。すごい。かわいい。かわいい。超キュートです。どうも、厚切りジェイソンです。普段は何をやっていらっしゃるんですか。普段普通に仕事してます、会社員です。カスタマーサービスみたいな。カスタマーサービス、なるほど、はい、なるほど。あのコスプレの魅力は教えていただけますか。そうですね、一番楽しいのは自分じゃない何かになって人に注目してもらうことができる。なるほど、素晴らしいですね、はい。キュートな男性のコスプレイヤーでしたが、それぞれが大好きなコスプレを思い思いに楽しんでいました。そして販売ブースに向かうと長蛇の列を発見。その先にいたのはなんとあの方。はい、ありがとう、ありがとうね、次なので。そう、小林幸子さん。ド派手な衣装のイメージなどからラスボスとして親しまれ、コミケでも大人気。この日用意した CD2500 枚も2時間半で完売となっていました。すげー嬉しいです。あ、はい、あ、ボンさんどうも、ご苦労様です。続いてジェイソンがやってきたのは企業のブースエリア。アニメやゲームなどさまざまな企業171社が参加しているんです。そんな中ジェイソンが発見したのは、うわーこれ何、見てください、その2人奥に、気になりますね。そこはコミケ初参加、ウィダーインゼリーのブース。交流するとマッチョなお兄さんがお姫様抱っこをしてくれるということで、ジェイソンもお願いしてみました。すごい、すいません、すごいな、いけるね。初めてのコミケを大満足したジェイソンでした。せーの、ポン以上。